皆さんこんにちは今日も安全なフライトをしてますか、えー、第一章ドローントワーを始めたいと思います講師を務めさせていただきます梅原と申しますよろしくお願いしますそれではドローンの歴史と構造からいきたいと思います、えー、まず一つ目ドローンの歴史、えー、1930年代無人航空機を遠隔操作する試みが行われ主に軍事用途での開発が進められてきました 早くは第一次世界大戦で1万機以上のターゲットドローンかっこして射撃訓練用標的飛行機が製造され実際に使用されておりましたその後1944年第二次世界大戦中アメリカ軍が B17 爆撃機を無人機に改造した BQ7 が本格的なドローンと言われそれ以来軍事目的で製造を使用されておりました。そして近年ではではすね 長距離飛行が可能な大型の無人航空機も実戦配備され、近代戦争の特徴的な兵器になりつつあります。手元にあるのがアメリカ軍の改造したプレデターと言われている機体になります。はい、続いてドローンの名前の由来です。オスバチの羽の音がドローンのプロペラの音と似ていることから言われております。またターゲットドローン、射撃訓練用標的飛行機がクイーンビー。 かっこして女王蜂と呼ばれていたことからその女王蜂が転じてオス鉢かっこしてドローンと呼ばれるようになったという説もございます続いてドローンの構造ですプロペラ、マルチコプターが飛ぶ仕組みです隣り合っているプロペラがそれぞれ逆向きに回転することで安定飛行ができますプロペラがすべて時計回りに回転すると 機体は反時計方向に振られ直進できないこの作用をカウンタートルクと言いますマルチコプターなど航空機では隣り合ったプロペラを逆方向に回転させてカウンタートルクを打ち消しておりますリモコンの遠隔操作信号により ESC が各モーターの回転数を自動調整していますここで覚えておいてほしいのが上から見た時ですね右上が全て航空業界 えー、1番という数え方をします、えー、右上が M1 そして数え方としては、えー、半時計回りで数えますから右上が M1 そして左側上が M2M3M4 こういった数え方をします。どのモーターもしくはローターですね回転数を上げ下げするかで全てのモーターの回転を同率することによって上昇加工していたりとか。 前後左右へ進行、旋回ししたりします。ESC の、えー、略称としましては電子速度制御装置アンプとも言ったりします。ここで覚えておいてほしいのが、えー、時計回りのことをクロックワイズ略して CW って言い方をしますそして反時計回りですねカウンタークロックワイズを、えー、略して CCW って言い方をします講師の方によっては、はい、そこから CW で回してください はい、CCW で旋回してくださいという言い方をしますので、えー、この言葉ぜひ覚えておいてください CCW ですねお願いいたします続いてプロポスティック操作、えー、この画面ではモード1の場合の説明をさせていただきますモード2の場合もありますけれどもこちらではモード1の説明をさせていただきますマルチコプタードローンの操縦はプロポの左右のスティックで行いますまず右側上昇下降 スロットル、左右の操作エルロン左右の移動操作のことを右手でやりますそして左側ですね左側の、えー、プロポスティック前と後ろ前進後進ですね移動操作のことピッチエレベーターっていいますそして左右の旋回回転操作のことラダー用って言い方をします 操縦訓練時には、えー、こういったカタカナを使う時もありますし、えー、講師によっては、前・後ろ・右・左とい言い方をすることもあります、えー。この講義を聞いていただいている方は、全て言葉も覚えておいてください。それでは、第1章を終わりたいと思います。それでは皆さん、今日も安全なフライト、お願いいたします。